年の抱負を話しますよって言ったくせにフルタイトルを提示してえって思うかもしれないんだけど、昔から僕自問で抱負とか特に夢、夢を持ちなさいとか言うけど必要なのかなって思ってて、理由は単純に大人を見て実際に実現している人の方が少ないから斬新ですね。いや夢を実際に実現した大人ってそんなにいなくねって思ったし、逆に夢と違うことやったり夢を伏せたとしても幸せな人もいっぱいいるよねって思って、同様に今年の抱負って大体の人が去年も言ってただろうみたいな、なんかもう考えたけど適当なことを言ってますみたいなのが多い気がするから必要なのって思って、と同時に言ってる限り目は見続けるもの確かに、と同時に僕がなんかね思うのが計画とか具体的なビジョンは必要だと思って、で調べたら結果出たのがスマートな目標を持つというスマートな抱負を作ろうというのがあって、プライドが高いかな、高かったら AV やらないんじゃないかな、生きてるだけでありがたい、人生に絶望してるのに抱負とか夢とか絶望してるとか目標もそれに目標だから目標は違うかなと思って、で英語も僕苦手なんであれだけど、なんかねこうスマートってよく略されてるのは具体的で測定できて査定できそうで現実的で支援があるみたいな、具体的な目標を立てるか、もしくは逆に例えば僕アダルト業界に行きたいなんて夢目標を掲げたこと一回もなかったのよ。単純にいろいろと話が進んでってそういう業界の人と仲良くなって中吉こんばんはありがとうございます広がってて、あこれ自分の人生に加えたら面白そうだと思ってその業界に行ったから、スクショしたっすありがてこちらこそありがとうございますって言ったから、じゃあそうかと、ぼんやりなんか幸せになりたいもまた白すぎるな、でも自分はこういうのが得意でこういう系やっていきたくってこういうのはちょっと苦手だから避けてみてっていうぼんやりした中で常にアンテナ張ってチャンスがありそうなところがあれば片っ端から挑戦していくっていう、夢をぼんやり持つか、もしくは超真逆で短期的な具体的な目標をしっかり掲げるかの両方持っとくと、自分で方向修正しながらチャレンジ見逃しじゃないかなと思ってて、っていう意味では大事だけど抱負とか夢とかってなんかバカバカしいなって正直思っているところがある。だから、一応今年の抱負について話すけど、ちょっと広い話、広すぎる話と具体的にやっていく感じの2つを話していきたいなというわけで